皆さんこんにちは。個別指導塾キャッサイ塾長の小林です。中橋です。はい、今回はですね、理科基礎科目について中橋さんと一緒にお話をしていきたいと思います。まあ理科基礎科目、まあ主に文系の人が、まあ、特に国立受験の人とかが、まあ、受けるというイメージがあると思います。まあ理科基礎という基礎なので、まあ非常に簡単めではあるんだけど、まあ2個やんなきゃいけない人が多いので、まあちょっと大変だなとか、まあ4個から2個選ぶんで、まあなんかこう4C2 みたいな組み合わせがあるみたいなそういう話になってくるんですけど、まあそれはいいとして、今回ですね、皆さんぜひですね、中橋さんの話をしっかりと聞いて、これからの勉強に役立っていただければと思います。まあ、それではですね、まあ、今回のお話なんですけれども、まあ国立志望でも結構理科基礎ってこの時期でもまだ対策できてない方多いんじゃないかなって思うんですよね。はい、なので、まあちょっとそういった対策の話とかもしつつ、聞いていただければと思います。で、まあ、理科基礎っていうのは、ね、そもそもですね、共通テストの中で多分一番簡単なのは事実だと思うんですよね。そうですね、細かい、はい、ですしね、量が少ないですよね、そもそも、ね、そうですね。でも範囲がめちゃくちゃ狭いので、まあ、これからでも満点とかも視野に入ってくる科目かなと思います。でですね、まあ、あくまでですね、まあ、今回は、まあ、文系選択の、方に向けたお話ですので、うんうん、まあ、万が一理系だけど基礎だよって言ったらもしかしたらちょっと当てはまらない部分があるかもしれないので、うん、まあ、注意していただければと思います。ではですね、まあ、ちょっとまず勉強法をここからお話しする前に、はい、ちょっと注意事項がいくつかあるんですよ。注意事項、はい、でまず一つ目が、うん、物理基礎が現時点で苦手とか手つけられてない人はもう今すぐ変えるべきです。なるほど、化学か生物か地学に。そうですね、転校しようと。はい、でまあというのも物理基礎ってやっぱりある程度理解が必要なので、うんうん、他の3科目とはちょっと違う傾向なんですよね。なるほど。なのであのこの時期になんか、まあ、今まで物理そこそこできてたと思うしなみたいな感じでやり始めて、うん、できなかった時がやばいんですよね。なるほどなるほど。あの他の科目と違って徐々に点数が上がっていくんじゃなくて、うんうん、でき始めた時に一気に上がるので、確かに。なのでなんか、まあ、大幅に知ってもしやすいという部分があるので、まあ、理科基礎をね、あの本当に知っても抑えることが大事なので、まあ、そういったところで、まあ、危険な部分があるかなとは思います。はい、次にですね、まあ、文系の方っていうのは理科基礎を2次で使うことは絶対にないんですよね。そうですね、いないですね。絶対にいないんですよ。はい、でこれはどういうことかっていうと、例えば、まあ地理とかで、まあ、理系の方とかだと、まあ、2次で使うことはないんですけど、2次レベルの知識が必要になることっていうのは分野分野ではあるんですよね。一部ね、はい、そうなんですね。ただあのもう2次には絶対に出ないような簡単なレベルしか基本的に出ないので、本当に上辺だけ分かればいいんだよというところは逆に意識していただきたいかなと思います。うん、はい、じゃあ実際に勉強法をやっていきたいと思うんですが、はい、まずどの科目からいきましょうか。はい、まず生物基礎から。はい、生物から。まあ、こちらがですね、おそらく選択肢は最も多いと思います。そうですね、文系だとなんか生物みたいなイメージなんか昔からあるんでしょうね。そうですね、はい、であとは多分学校の先生で教えられる人が多いっていうのもちょっと一個あるかなと思います。確かに、はい、でですね、まあまあ、難易度が高い問題っていうのはほぼ出題されてません。うん、で、まあ、しっかり学習してさえいればやっぱりちょっと満点を取るっていうのは暗記が多いので難しい部分はあるんですが、まあ、40点程度であれば、まあ、8割程度であれば、最も簡単に取れる科目なのではないかなと思います。うんうんうん、ただ、まあ、今も、伝えたように暗記量っていうのは多分最も多いのも事実です。はい、なので、まあ、コツコツやってだんだん点数上がっていくんですけど、あの完璧にするには意外と一番時間がかかるっていうのもあります。はい、ただですね、まあ、生物基礎は割とそのつながりが薄いんですよ、全体としての。なるほど。なので結構隙間隙間でちょっと今暇だなみたいな時間に10分20分勉強するみたいなことがやりやすいので、あの意外と文系の人にとっては勉強時間取りやすいんじゃないかなっていうのもあります。で、まあ、やるべきこととしてはですね、まず最初に用語チェックを絶対にやってください。なるほど。でこれは、まあ、やっぱり生物っていうのは正直暗記科目なので、まあ、本当になんとなく単語を知ってるとかそういうレベルで結構点数取れちゃうんですよ、最初の時点で。なので本当になんとなくでいいので、まあ、単語を全部一回、まあ、復習をするというところが重要になってくるかなと思います。で、まあ、大体ですね、問題集としては、まあ、リードライトノートとか、まあ、必修整理ノートとか、まあ、そのあたりを利用していただけるといいんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、ここはですね、大体まあ2週間ぐらいでやってほしいんですけど、あの学校でもかなり生物基礎をやってきていて、もう知識自分は大丈夫だよって方は実際ここを飛ばしても大丈夫な方ってのは多いです。うんうんうん、はい、で次に問題集を、まあ、しっかりやっていってほしいんですけれども、はい、そうですね、まあ、センター試験の過去問とか、うんうん、あとはまあ予想問題みたいな問題集に入る前に、面白いほど取れるをやると生物はいいかなと思います。うん、なるほどですね。
で実はまあ書店とかで見ていただくと分かるんですけど、めちゃくちゃ薄いんですよ、はいはい、あのあれって結構分厚いイメージあるじゃないですか。そうなんかね、あの黄色い本基本分厚いんですけど、はい、意外と薄いと。そうですね、うん、でなのでまあそれぐらいで逆に内容として十分なんですよね。時間に余裕がある方はですね、まあ、それに加えて、まあ応募者の共通テスト実践対策問題集とかをやると、さらに知識が定着するのかなというふうに思います、はい。まあ、こちらはですね、まあ、クリスマス前後までには確実にやっていきたいですね、うんうんうん、はい。でそしてですね、まあ、最後に、まあ、センター試験の過去問および、まあ、予想問題集というのをやっていただくと思うんですけれども、まあ、生物基礎ってそもそも制限時間は一応60分で2科目なんで30分なんですけど、実際あの初見でも大体20分ちょっとぐらいあれば絶対終わるんですよ。そうですね、30分かかんないと終わらないっていうことはまずどんな学力であっても多分ないですね、はい、そうですね。で正直慣れてくれば本当もう半分とかで終わるんですよ ね、まあ、そうですね。なので、まあ、過去問にしても、まあ、そもそも追試込みで10年分ぐらいしかセンターないですし、まあ、予想問題もねそんなにたくさんめちゃくちゃやるってことはないと思うので、うんうんうん、まあ、大体5年分ぐらいやったと仮定をして、まあ、15年分程度、うんうん、でまあ、復習込みで2年分というか2週程度やったとしても正直時間的には15時間ぐらいで終わるかなっていうところがあります。でさらにめちゃくちゃしっかり復習してももうどうせ20時間ちょっととかで終わるので、まあ、クリスマス前後に、知識がちゃんと定着していれば、まあ、そこから毎日1時間程度の学習時間とかで、まあ、十分完了できると思うので、まあ、そういった学習を進めていただければと思います。分かんないところがあれば面白いほど取れるで毎回確認をしてほしいなと思います。はい、で次化学基礎ですね。はい、で化学基礎はですね、まあ、生物に負けず劣らず選択肢は多いと思うんですけれども、うん、まあ、生物よりは、まあ、思考力とか計算力によった問題っていうのが少し多いかなと思います、うん。でまあ、所要時間っていうのは、まあ、勉強にかかる時間っていうのは少ない方なんですけど、あのやっぱ生物と違ってちょっと理解をしなきゃいけないところっていうのが増えてくるので、あの隙間時間で学習っていうよりはまとまって、まあ、1時間とか学習をした方が効率がいい科目にはなってくるのかなと思います。なるほど。でまあ、やるべきこととしてはまずはまあ用語チェックというよりは、まあ、基礎チェックをやっていただきたいなと思いますし、はい、まあ、科学に関しては相当自信があるという状態でない限り、まあ、こちらからやっていただいた方がいいのかなと思います、うんうん。まあ、生物と違ってですね、まあ、用語自体を覚えておく重要性っていうのは割とそんなに高くなくて、それよりも、まあ、ある程度その用語の意味とかなんとなく例えばなんか電気制度はこういう意味とかそういったところを、重要なところを押さえて、覚えておくことが重要かなと思いますし、はい、まあ、こちらも2週間程度で完了させてほしいです。で、まあ、問題集としては、まあ、リードライトノートとか必修整理ノートとか同じような感じでいいかなと思います。で次に問題集なんですけれども、まあ、決めるとか面白いほど取れるとかは、まあ、正直やらなくてもいいです。ただ、まあ、購入して読み物として利用するっていうのは、まあ、必要かなと思います、うんうん、何かあった時に調べるようですね。でただこういうのをちょっと違っておかないと不安だという方は、あの直前30日で9割取れるっていう、はいはいはい、ちょっと怪しそうな大変なやつがあるんですけど、まあ、相当薄くてちっちゃいので、まあ、そういうのをやっていただくといいんじゃないかなと思います、うん。であとですね、まあ、問題集としては、まあ、Z 回のハイスコアの問題集か、あとはまあ応募者のさっきも言ってた実践問題集っていうのを、ね、演習を積んでいただくといいのかなと思いますし、まあ、分かんないことがあれば、まあ、どちらかでは決めるを購入していただいて決めるを読んでいただくといいんじゃないかなと思います、はい。でまあ、最後に、まあ、センター試験とか、予想問題集を解いていただくことになると思うんですけど、まあ、科学は生物よりは若干ここは時間がかかる可能性があるんですけど、まあ、それでもそんなに多く時間はかからないので、まあ、こちらも15時間程度、学習時間を取れれば、十分学習ができると思いますので、うん、クリスマス前後から、しっかり学習していただければ十分間に合うんじゃないかなと思います。であとですね、まあ、あの最後にですね、あの教科書を 2,3 度ぐらいは読んでほしいんですよ。学校で配られた。意外とそういったところから細かい知識が出る場合もあるので、一応、必ず読むようにしていただければと思います。はい。ではですね、地学基礎は、まあ、選択肢は前日の2つに比べるとちょっと少ないかなというような形だと思います。ただ、まあ、物理基礎よりは、まあ、少し多いというような印象ですね。で、まあ、暗記でご利用せる部分は、まあ、生物ほどじゃないんですけど、かなり多いです。まあ、とはいえ生物よりも計算も少し多いといったような感じですね。ただですね、一個要注意なのは、学校の先生がまともに地学を教えられているケースって、実は少ないんですよ。うんうん、で、まあ、地学を専門とする先生ってのはめちゃくちゃ少ないんですね。うん、なので、一応ですね、必ず参考書で勉強するようにしていただければと思います。うん、はい、で、まずはですね、まあ、基礎チェックを、やっていただくんですけれども、あの、こちらも生物と同じように、なんとなく単語を理解していただくということが、重要になってくるかなと思います。でですね、まあ、こちらもですね、まあ、学校でしっかり学習して、もう、基礎単語とかは全部大丈夫だよという人は、まあ、正直飛ばしても大丈夫ですが、まあ、必修整理ノートで2週間程度で学習をしていただくっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、で次にですね、まあ、決める地学基礎
と、あとなんか問題集やっていただくといいのかなと思うんですけれども、まあ、近くは決めるの方が面白いほど取れるより個人的にはいいかなと思ってます。で、まあ、知識のアウトプットとしての利用なので、正直に言うと先の基礎チェックと同時並行でここを進めても地学に関しては問題がないかなというふうに思ってます。で、まあ、問題集も、まあ、こちらはですね、まあ、応募者実践問題集がいいのではないかなと個人的には考えています。はい。で、まあ、最後に、センター試験の過去問及び、予想問題集をやっていただくんですけれども、まあ、こちらも、今まで説明している通りですね、まあ、15時間程度で終わると思いますので、まあ、クリスマス前後からしっかり、対策をしていただければ十分間に合うんじゃないかなと思います。はい。で、最後にですね、物理基礎に関してなんですけれども、うん、まあ、選択者は、まあ、かなり少ないかなと思います。うん。で、やり方によってはね、確かに最も短時間で正直完成しますし、最も満点取りやすいんですよ。はい。ただこの時期から始めるとか、この時期に苦手意識持ってる人はもう今すぐにでも地学基礎とかに変えた方がいいです。で、とはいえですね、まあ、物理基礎で言ってる人って大概物理得意な人なんで、うん、まあ、まあ得意だよって人はまあ大丈夫かなと思います。はい。で、まず、物理に関しては、基礎のチェックはいらないです。いきなり問題集やってください。うん。っていうのも逆にいきなり問題集やれるレベルじゃないとやばいってことです。なるほど。はい。で、まあ、まずはですね、物理に関しては実は面白いほど取れるの方が売ってないんですよ。ほう。なんと。なので決めるを、購入していただいて、まあ、そちらは一通りやっていただくといいのかなと思います。で、まあ、決めるだけで演習量が不足するという方は、まあ、応分者の、実践問題集をやっていただくといいんじゃないかなと思っています。で、あとはですね、まあ、それが終わったらもうすぐにセンター試験の過去問及び、まあ、予想問題集やっていただければ十分だと思っていて、まあ、こちらに関してはおそらく、まあ、物理が一番時間はかかるかなと思います。それでもですね、20時間程度あれば、まあ、十分演習は完了すると思いますので、まあ、クリスマスちょっと前ぐらいに、こちらを始められるように、まあ、問題集などを、十分学習していただければと思います。で、あとはですね、まあ、わかんないことがあれば、教科書を確認するっていうのも、まあ、科学と同様、物理基礎は重要なので、うん、まあ、そちらも、学習していただければと思います。はい、ありがとうございます。まあ、というわけで、まあ、いろいろと見ていきましたけれども、まあ、大体国立型の人だと、まあ、2個、理科基礎2個受ける人が多いと思うので、まあ、人数で言ったら生物と化学が、まあ、一番多いとは思うんですけど、はい、まあ、地学とか、まあ、物理も取る人もいると思うので、まあ、今のね話を参考に勉強を進めてみていただけたらいいかなと思います。まあ、で特にまあちょっと物理は要注意な部分はあるんですけど、まあ、その他ですね、生物、化学、地学はまあ基本的にまあちゃんとやればそこそこ点は取れるん で、あとは結局まあ文系の方向けの多分話になってると思うんですけど、この話はまあ、文系の場合だと医学部と違って、まあ、どうしても9割取らないと困ってしまうって人はあまりいないと思うんですね。まあ、それこそ東大でも別に9割のボーダーちょっと切った800点切ったらじゃあもうダメなのかとかっていうと、まあ、別のことはないし、うん、2次で挽回できる人と思うので、そういう意味ではまあそこまで理科基礎にまあビビることはなくて、まあ、ちょっと今からやんなきゃいけないよって人は今日の話を参考に効率的に勉強を進めてみていただければなというふうに思います。はい。ちなみに中井さん、おすすめ2個選ぶとしたら何ですか？やっぱりそうするとやっぱ生物基礎、化学基礎の2つか、まあ、生物基礎、地学基礎のセットかのどちらかかなと思います。そうですね、結構僕自身は結構地学好きなんで、はい、まあ、生物地学なんかいいんじゃないってセットに言いますけど、まあ、もうほぼこう3つから2つ選ぶ感じなんで、物理以外のっていうですね。あとは、まあ、学校で結構しっかり物理をやってる子とかだったらもう最初から解けたりするので、そこそこ、うん、なのでそういう子とかはじゃあ物理でもいいねって言いますけど、まあ今じゃちょっとタイミング遅いけど、ここ2年生ぐらいの子とかだったら、うん、とりあえず、まあ、年明けぐらいに1回全部解いてみて取れそうなやつでいいかなというふうに思います。ね、はい、よく保護者の方からとか質問いただくのは、地学受けたことがないんですけど大丈夫なんでしょうかって言われることなんですけど、うん、まあ、やってみて点で分かんないってことじゃなければ、別に学校でやってない科目でも大丈夫なので、まあ、それはねご安心いただければと思います。はいはい。それで要注意なのは物理だけですね。まあ、ただですね、どうしてもやっぱり満点取りたい方も中にはいらっしゃると思いますし、理科基礎がやったら配点が高い大学とかもあったりするので、うん、まあ、そういう方はもう、まあ、物理を選ぶって選択肢ないわけではないというのは、ね、まあ、一つご理解いただければなと思います。うん、はい、ありがとうございます。というわけで今回は理科基礎のそれぞれの勉強法についてお話しさせていただきました。まあ、これからね本当にもう直前期ですので、こういったねサブ科目とかもしっかり勉強してぜひ合格を勝ち取っていただければと思います。それでは本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。